え、なんつってたん？テレビはないんで見に来てくださいいう話。そうですね。でもしこうたらどんなぐらいになるか詳しく聞きたいからって言うたんの。はい。大丈夫かな。そうですね、まあ、とりあえず説明聞くだけやんね、うん、今日は。あ、でもやりすぎたらほんま結構怒られるし、ほんまに綺麗に向こうが静かに帰るような感じで。そうですね。まだ時間あるやろ。はい、まだあります。寝ろ、どう喋るか。あ、寝ましょうか。一回考えて。どうします。そうやし、最終はもう言葉通じんで帰ってもらおうや。なんともならん場合、うん、日本でのめっちゃ真面目にガンガン来られた場合は、うん、ほんまに分からない、ちょっと分かる人また来たらで帰ってもらおう、うん、しかない。まあまあ寝よう。ですね、それ。え、何時？早ない。ちょっと。え、ゆきます、来てます、来てます。え、ちょっと。あ、もう来てるよ。ちょっとこれマジか、マジか。はい。すいません。少し時間早くなってしまったんですけども。はあ。日本放送協会から委託されてきました、山下と申します。はあ、渡す予定時間全然違うよ、来てくださいたら。ご連絡いただいた方でしょうか。そうです。すいません、ちょっと早くなってしまって申し訳ございません。ちょっとじゃあ詳しく聞きたいから、ちょっと今開けます。はい、お願いします。あ、すいません、日本放送協会から今帰ってきました、山下と申します。ちょっとわからないです。ちょっと中澤ちょっと送ってもらったですか。どうぞ、はい、ウーダーズから。すいません、失礼いたします。あ、どうぞ、こちら。靴そちらで脱いでください。はい、失礼します。失礼します。お邪魔します。あ、どうぞ。どうぞ。中ね。あ、すいません。すいません。私たちちょっと聞けたんですけど。あ、はい。これなんかどうですか、テレビあります。あ、え、こちらのお部屋にはないかもしれないんですけど、こちらで一応受信されているっていうような確認が取れておりまして。受信何をする、契約。あ、はい、ご契約の方をしていただきたいんですけども。私たちの家じゃないからね。え、ここは簡単に混沌の混沌だけに間に、ここは私たちが預かってる、私たち大事な親分よ。はい、親分に聞いてあなたたちがどうするかをちょっとお伺い立たないとダメだし。いや、うん、何よりも言葉通じないから書けない、何も。いや、うん、ちょっと親分電話するから、ちょっと待って。いや、忙しい、そうだから繋がるか。あ、今晩写真がまずいやん。だーん、だんねんな、すみ、ちょっと待って、あんがんばん立ってもらう、ちょんちょんま、えのやつ、けい、ちょんまっていうやつになるのかな。それ本当に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 言いたくないけど、あなた多分本当にタダで借りない今日。危ない。危ないんだ、あなた。危ない。今何言ってたか分からなかったでさ。はい、分かりませんでした。ちょっと田舎の方の言葉だし、うん、余計分からないと思う。ああ、うん、ちょっと言ってあげて。腕毛もすね毛も全部むしり取る言うてた。その後ケツ毛もむしり取ってちゃんじゃにつけて食わす言うてた。ワオ、ファンタスティックベイベファンタスティックベイベー。ふざけてあります。何ふざける、何言ってる、どこが、何をふざける。いや、お前舐めたら、あ、いや、やる、やっちゃうこれ。舐め、ふざけるないでさ。すいません。
親分が生かしとけって。何？じゃあもう一回聞いてあげろよ。いいよ、言ってよ。じゃあ何？聞いてあげろよ。こちらの、すいません、携帯の方でですね、あのワンセグとかもやっぱり受信見てありますよね。わからないよ。テレビ見てありませんか？親分がどうしてるかわからないです。で、それ見てたらどうするの？受信料の方ですね、いただく決まりになってますんで。あ、ね、これじゃあ契約した時からの分を払うの？はい、以前からの前からの分を払っていただかないといけないんで。こいつマジか。分かった、そのまま座ってろよ。今親分に決定やれよ。マジで何でだ3本ちゃんとまあそんなたまそんなちゃんとまあジャパネーズ NHK サルジャパネーズモンキー。モンキー。ああ、モンキー。ああ。なんだっけ。ドンキー。ちゃんはやん、ドンキーコング。いや。いや、そんなや。ストリートファイトや。いや。これ、ちゃん。なん、ちゃん。No, ちゃう。くれよ、センちゃん。センちゃん。うん。いや、センちゃん。センちゃん。全然もう、おかしいけど。先生。先生。すごい買ってたね。すごかったですね。あなた、やばいよ。ほんとやばいな。ほんとにやばいな。わからなかった？はい。今、あなたの身ぐるみ剥がすって。あローションまみれのところであなたを回転させまくる2時間。わお、ファンタスティックベリー、ファンタスティックベリー。ふざけて入りませんか？やっぱりしかないこいつは。どっちがふざけてる？お前でしょ、ふざけたろ。まあ、すごくひどいな。今日ご契約のお話をということでお伺いしたはずなんですけども。いいよ、あなたそんだけいるならしてあげよう。うん、してあげるよ。ありがとうございます。ああ、じゃあちょっと親分に結構印鑑とかいるでしょ。はい。ちょっとおじゃん、そんなんですな。ちょっとやろう。そう、喧嘩乗ってまた乗ってあなたのおっさん。チャンスに喧嘩。喧嘩。三角三角。一人要尿。さあ。おやぶん、すっごい怒ってる。意味わかった？わかりませんでした。わからない。なんて言ってた？もう、サムギョプサルしか食べられない体にしたいなって。わー、ファンタスティック、ベイビー。ワオ、ファンタスティックベイビー、ワンファンタスティックベイビー、ワオ、ファンタスティックベイビー、ファンタスティックベイビー、ソロです。冗談なんですね。これご連絡いただいたのもやっぱりかなかうためですか？もうこんなんやっぱしはるんやったら、僕も今回ね、こういう感じでっていう対応されましたということで、上に報告させてもらいます。報告するって何する？こちらもそれなりに処置取らさせてもらいたいと思いますんで。何処置って、ね、今後もこんなことされはるんやったら、こうやってふざけられたりしてるんで、からかわれてましたし。何処置訴えるの？はい、そういう処置を取らさせてもらいたいと思います。わお、ファンタスティックベイビー。どうも。
します。何を訴えるって。どこなの。ねえ、はい、別にふざけてるわけじゃないのに、うん、まあ YouTube 見たらふざけてるけど。